音楽アーティストの宇多田ヒカルさんが最近 NHK のプロフェッショナルという番組に出て、4月16日に、自宅のスタジオも含め、若干公開されたそうです。で、そこで彼女が使っている機材が、あらわになったということで、その機材について今回まとめてみようと思います。まず使っているラップトップが、MacBook Pro の、15インチ2017年モデルで、 DAW ソフトが Logic Pro、まあ、Logic を使っているから、まあ、Apple 製なので Mac ってことだと思うんですけど、特にシンガーソングライターの方なんかはよく、Logic を使ってまずこうピアノとボーカルだけ取って、でそこから先のアレンジはアレンジャーに任せるとか、確かアリシア・キーズとかもそんな感じだった気がする。特にピアノを弾いて歌う系の人はよく使ってるのに、まあ、まさに宇多田ヒカルさんっぽいかななんて思ったりもしますね。で、マイクが、ノイマンの、TLM67 というやつなんですけど、こいつ何かっていうと、もともと、U67 の、サウンドを再現した、割と最近のモデルって言っても10年くらいになると思うけど、のマイクですね。U67 っていうのは真空管のプリアンプが乗ってるマイクだったんで、ちょっとセットアップに時間がかかるものだったんですけれども、それを FET 電解硬化トランジスタを使って、セットアップの時間もそうですし、それから多分堅牢性というか壊れにくくもなった割と最近向けのノイマンのマイクですね。で、値段が今ここに18万2800円で出てる、プロ仕様のマイクメーカーの中では割とリーズナブルな方の値段なのかなと思います。そのスタジオにもギターとかが置いてある様子でしたが、そういったアコースティックギターだったら全然これでも取っちゃったり、てか取れないものないんじゃないかっていうぐらいの結構素晴らしいマイクと言われてますね。僕が使ってるのはロードの NT1-A というすごい安くて有名なやつです。で、これ一応見た目はノイマンっぽいけど、値段はもう1万2万円の世界で全然安いですね。大丈夫なのかと言われると、それはノイマンとかに比べれば全然っていう話なんですけど、まあ僕は別に歌が上手い人間でもないですし、アコースティックギター取ったりして、まあ実際アレンジでエフェクトとかかけてやればどうにかなるかなと、僕ぐらいのレベルだと思ってたりします。オーディオインターフェースが RME のベイビーフェイスプロ。 RME の何がすごいかって、まあ音質とかもすごいんですけど、メーカーの動作保証が尋常じゃないっていうか、テストを半端ないやるらしいです、 RME のオーディオインターフェースは。僕みたいにこういう自分の家で作ったりするような人が、まあいつか買いたいと思うようなやつなんじゃないかなと勝手に思ってます。で、実際じゃあ何使ってるのかと言われると、僕はマークオブザユニコーンの、ウルトラライトマーク3ですね。で、これはハイブリッドのモデルなんですけど、まあ、値段が今もう廃盤ですけど8万円ぐらいだったかな。音的にまずすごく好みの、なんかこうちょっと基本綺麗な感じなんですけど、若干骨太みたいな、いっぱいある RME の製品の中でもこれはコントローラーというか、見たら分かっていただけるかと思いますが、なんて言うんでしょう、こういう、ラックタイプじゃなくて、こう置いてデスクトップタイプって言えばいいのかな、のものですね。ただこういう見た目ですけど、横に入出力がすごいたくさん備えられてて、ボーカル、ピアノ、ギターを取るだけで、ドラム取りとかはしないかなくらいだったらこれで全然対応できるかなと、正直欲しいですね。これはトータルミックス FX っていうソフトウェアが付属するんですけど、これがまあすごくて、入力するのと出ていくその音のつなぎ合わせをすごい柔軟にできるんです。で、これが持つの製品だとあんまり柔軟にできないっていう、まあインターフェースが分かりにくいっていうのが正直あるんですけど、その点 RME は分かりやすいわけではないけど、柔軟にワイヤリングすることができるっていうのはすごいいいところだなと思います。まずヘッドフォンがソニーの MDR7506、 これご覧になってる方は多分 900ST はご存知だと思うんですけど、スタジオによくあるヘッドフォン、いわゆるこうオーバーダブとかするときにギターを弾く人とか、歌を歌ったりする人がヘッドフォンでこうモニターをしながら音を聞きながら録音するっていうときに、 900ST はすごい、悪く言うとシャリシャリした音がするのでリズムがすごい取りやすいんですね。で、そういった理由もあってスタジオにたくさんある。で、スタジオにたくさんあるからスタジオのエンジニアとかいろんな人が慣れてて、で、実際エフェクトの
かかり具合とか、あのリバーブがどのぐらい効いてるかとかも、もう耳がみんな慣れちゃってるから、使いやすいっていうので、 900ST はもうモニターヘッドホンの代表格みたいな、ところがあるかと思います。で、7506はじゃあ何かっていうと、もう少しあのそのシャリシャリというか、作業向きじゃない音に持ってってる、音楽的な響きがするっていう表現が正しいかなと思いますが、一部では結構 900ST より人気があったりして、今は違うかもしれないですけど、あの DJ で言うとあの、まあ、プログレッシブハウスというものが結構前に流行してましたが、その代表格である DJ サーシャとか、ジョン・ディグイドとかはあの初期の頃はこのヘッドホンで DJ していたことを覚えてますね。まあそれからも分かるようにかなり音楽的な響きをすると。このヘッドホンから察するに、宇多田ヒカルさんはこうエフェクトをどれだけ詰めるぞっていうよりも、気分よくこう曲作りに向かっていくような、機材の構成にしているのかなという想像ができます。じゃあ何使ってるのっていうと、まあ、ゼンハイの HD25 なんですけど、まあ、これも完全に好みですね。やっぱ慣れてるから使ってるみたいな。あのモニターって結局最終的にはあのいい音だ悪い音だっていうよりも、ある程度の音質までいっちゃえば慣れだと僕は思ってるんですが、そういう意味で一番慣れてるヘッドホンはこれっていう、だけっちゃだけの話です。でもう3代目ぐらいですけど、ずっと使ってるヘッドホンです。でスピーカーは、フォーカル、CMS50、 あのフォーカルは、まあフランスのメーカーで、カーオーディオとかも作ってるスピーカーのメーカーですね。正直これはあのスピーカーなんで僕視聴したことがないんで特徴とか一つもわからないです。写真とかググって出てきたらあの見ていただきたいんですけども、宇多田ヒカルさんのスタジオの中でスピーカーがどうセットアップされてるか見てほしいんですが、やっぱりあのきちんとしたスタンドに立てて、である程度壁から離してセットアップしてる。結局のところ日本のこの住宅環境でいいスピーカーを買っていい音で本当に聞くっていうのは、もうそれこそ持ち家じゃないと無理なんじゃないかなとさえ思ってたりするんで、スピーカーの一番いい状態で音を出すにはそれなりのやっぱ音量が必要なんですね。僕のスピーカー、このフォステックスの小さいやつです。これでも一番いい状態の音を出したいっていう場合、結構な音量出さないといけなかったりして、もしこれからモニタースピーカーヘッドホン買うぞっていう人は、スピーカーはそこそこのフォステックスとかあのタスカムとかのやつ、国産のそれなりのやつ、ヘッドホンにお金を割いた方がいいのじゃないかなと個人的には、思ったりします。個人的な好みの話になっちゃうんで全然宇多田さんとは話離れちゃうんですけど、僕この分かるかな、スピーカーのこのバスレフポートっていうところにティッシュを詰めてます。バスレフポートってそもそも何っていうと、あの低音がやっぱりスピーカーが小さいと、出にくくなる。じゃあどうするかっていうと、あのウーファーのコーン、下のでっかいこのコーンを振動させるときに、前に行ったら前にブーンって音が出る。で後ろに行ったときに、後ろに行った音をこのバスレフポートから返して、まあ、簡単に言うと倍にするわけですね。でそうすると低音が増強されるという、あの、まあ、1回の振動で2回分の、まあ、正確に言うと多分違うんでしょうけど、まあ、イメージ的に合ってると思います。そういう形で低音を増強させていると。でそこにティッシュを詰めちゃうと当然低音が弱まっちゃうわけなんですが、音作りをするときに当然こう1回の振動に対して2回分送り出すから、あの低音のスピード感がもやけるっていう、どうしても欠点がこのバスレフタイプのスピーカーってあって、あの低音の強い音で聞きたいときはあのヘッドホンで聞くから、もやけない低音で聞きたい。昔あの仕事の関係上行き合ったあのスタジオのエンジニアの方なんかはティッシュ詰めた方が僕はいいかなっていうようなことを言ってる方もいらっしゃいました。で僕はその教えを忠実に守ってるんですけど、まああの最終的には好みの話なんで、僕はそうしてますっていう感じです。あと宇多田さんのスタジオを見てて、あのミディキーボードが横に置かれてるっていうのが結構特徴かなと思ったりしました。目の前に MacBook 1個で横にミディキーボードっていう、こういう動きでやる人なんだなぁと。ど正面にモニターが来るのが許せないっていう人もいるらしく、逆にあのこう鍵盤が目の前でディスプレイをこうするっていう人もいるらしいです。本当人それぞれだなと思いました。宇多田さんの機材を一通り見て、全体の特徴として言えるのは、まずあの持ち運びもボンと本当のレコーディングスタジオに行ってプロジェクト再生させてやるっていうような用途も考えたりしてるのかなという、想像というより妄想に近いようなことがいろいろできますね。本当に
僕のブログの方で、特にエイブルトンライブ周りの情報を配信したりしているので、よかったら覗いていただけたらと思います。